はい、こんにちは。今公園にいますよ。合わせ総合運動公園。で、沖縄夏めっちゃ暑いですよ。とんでもないぐらい暑い。汗びしょびしょ。で、なんでこんなに今蛇口の下に頭長濡らしたのは暑くて止まらない。で、なんでこんなに暑くなってるかというと遊んでたから。今日2時間以上自分子供たちと一緒に走ったり登ったり、歯を張ったり、しゃがんだり、スケボー乗ったり、サッカーしたり、走ったりしてきた。楽しかった。結構疲れてる。ちょっとお腹空いてきてる。でもすごく楽しい時間だった。で、2時間以上運動してきてる。それで価値があるな。みんな、まあ、我々社会のみんなは運動不足になってるのがよく言われる。まあ、公園に来る子供たちと一緒に、子供いなくても公園に来て2時間遊んだり走ったりすれば、それかなり運動になる。で、健康がその分良くなる。で、だからでも、まあ、見回るとちょっとなんていう受け身的に座って子供の遊びを見てる方が多い。でそれは悪いわけがない。みんなそれぞれ自分の好きなように時間を過ごせばいいんだけど、本当は自分の意見はもうちょっと動いたり、もうちょっと走ったり、坂したり、登ったり、飛んだり、まあ、もちろんゆっくり、怪我しないでしてた方が、まあ、座ってスマホ見たり、おしゃべりしたりするよりは、よりは健康にはいい、でも よりは楽しい。私は今、もうすごく2、3時間くらい、すごく楽しかった。いろんなができた。で、体もいい感じで、もうよ こういう運動はよくやってるから、慣れてるから、やってて楽しくできる。で、もちろんみんなはみんなも子供の頃にはそれを自然的にやる行動だけど、大人になってそれやらなくなるよね。英語のことわざがある。You don't stop playing before you grow because you grow old. You grow old because you stop playing. 歳取るのは遊ばなくなるのは歳取るからじゃなくて、歳取るのは遊ばなくなるから。だから自分の健康を保つためにいっぱい遊んだ方がいい。でもちろんみんなこれをご覧になってくださってる大人たちは多分数十年はこのように遊んだり動いたりしてないかもしれないんだけど、ゆっくりから始まる。自分も30代ぐらいには またこういう動きが始まって、なんか体が硬くて重たくてあまりできなかった。そしてまた40ぐらいになる前には動かなくなってたな、いろいろがあって。でこの間3、4年ぐらい結構定期的に運動、毎日体を動かしてるから今は結構調子がいい。だからゆっくり始まってから、ゆっくりちょっとだけ走って、ちょっとだけちっちゃいジャンプとか、ちょっと体を動かす、ちょっと登ったり遊んだりしようとすると、一番大事なのは楽しんで、人間って楽しむことは一番幸せの状況だから、それを目指して楽しみながら動いてみてください。でも公園に来るときがわざわざ公園に行ってちょっと遊んでみてください。はい、どうも今日も見てくださってありがとうございました。